こんにちは、夕刊ネット IB ニュースです。本日は福岡市南区にある西日本最大の日本語学校、西日本国際教育学院についてお伝えします。日本語学校は大学に進学する目的や日本の企業に就職する目的で日本語を学ぶ場所で、西日本国際教育学院には現在およそ600人の留学生が学んでいます。西日本ナンバーワンの日本語学校とはどういうところなのか取材してきました。初志貫徹、もう志をね、必ず達成するようにね、ということでね、私はそういう教育を目的にしております。西日本最大の日本語学校、西日本国際教育学院。クラスは1年生と2年生合わせて18クラスで、アジア各国からおよそ600人が学んでいます。民間がなければ再演でもいいですよ。授業はすべて日本語で行われ、1科目90分。日本語の勉強はもちろん、留学生枠での大学合格を目指した受験対策にも対応していて、最近の進学率は 100% を誇っています。学校生活は授業以外でも充実しています。最長2年間の日本での生活の中で、より多くの経験をしてもらおうと、さまざまな行事にチャレンジする機会が用意されています。また博多どんたくにも毎年参加しています。このように地域との触れ合いを通して人としての成長を図っていくのです。このモンゴルもこんなお祭りがもありますけど、でも日本人はとても一生懸命、参加しました。とても楽しかったです。私はいつも職員に言ってます。日本語を教える学校はダメですよ。塾の先生やっちゃいかんと。やはり日本のこの 社会にね、マッチしたきちっと国際貢献できる、ね、人材を育てていかんということでね、いろんなことを取り入れています。昨年秋にはインドネシアからの留学生を初めて招きました。アジア諸国との対等を強化することで、他の日本語学校との差別化を図ります。アジアとの架け橋となっている西日本国際教育学院、世界に貢献できる国際人の育成を目指しています。学校を経営する以上はね、私たち学校を卒業するときにはね、涙が出てね、先生ありがとうって言ってね、やはり感動を与えるね、感動を与える学校教育をね、目指しております。そういうのをね、やはり、海外の学生と一緒になってね、それを作り上げていけたら、本当の意味の、本当の意味のこの、学生の母国と日本との交流がますます盛んになってね、まあ、非常にこう平和なね、社会づくりができるんじゃないかなと。西日本国際教育学院はこの春、学校法人化を目指していて、ゆくゆくは専門学校や大学を作る構想があります。世界に貢献できる若者を社会にまで送り出す仕組みを2012年度中に構築していきたいと話していました。以上、ネット IB ニュースでした。